はい、皆さんこんにちは。ミノチャンネルのミノワです。今日はですね、なんと私が持ってる不動産ちょっとご案内しようかなと思ってます。はい、ここはですね、場所的にあんまり見せちゃまずいのかな、駒沢大学から徒歩10分、言っちゃってんな、バレちゃう三茶からも歩ける人がいるというぐらいの場所なんですが、結構大学生とか一人暮らしに人気の場所です。1階はピザ屋さんが入っていて、それで2階、3階、4階、これ4階建てなんですけど、1K×15部屋入っています、うん、これ手に入れたのは、25年ぐらい前、はあ、もう25年ぐらい前ですよ。下手したら30年近いから、築10年のものを買ったので確実にもう築30年以上経ってます。そんな物件を買ったんですが、平成になってましたね。平成何年か、この辺の家賃相場知ってる？ 1K10 ぐらいじゃないですか。ああ、おう、そうですか、はい、お安い。駅から遠いんですよ、うん、駅から遠いから、実を言うと、7から8です。ああ、もうちっちゃい6畳もないぐらいな、ちっちゃい5畳とか、ね、うん、1K なんですけど、まあね、実を言うと、うん、私が買ってから何を手直ししたかっていうと、あの3階の店舗、3階の、あ、1、2、3、4階、ごめんなさい、はい、4階の上に屋根がなかったの。廊下のところ、はいはいはい、だから廊下歩く人は全部濡れちゃうわけ。あ、わかった、わかります。だからそこに廊下にテントを張ったのと、はい、あとこれをつけたの、ちょっとおしゃれになった。そう思ったんですよ、これ築、うん、30年以上経ってるには絶対見えないですから。でもつけたのってもう20年前につけたの。いや、あとあの屋根って、うん、やっぱりあの自分が物件を探してる時に、うん、あれでやめたことあります。屋根がなくて、雨降った時めんどくさいじゃんと思って、そうなんだ、やめた時あります。つけて正解、大正解だと思います。で、まあ古いからこれとね、はい、これこのドアとで、これをつけて、はあ、で、ちょっと中見る？いや、これすごいおしゃれですよね。なんかさ、ちょっとこの辺、はあ、いい雰囲気じゃない？いや、なんかディズニーランドみたいです。あ、まあまあまあ、ちょっとこの辺の雰囲気で、今女性も入れて、それで、はい、こんな雰囲気なんだけども、しっかりオートロック。はあ、完璧ですね。オートロック。はい、これがやっぱり女性受けいいわけですよ。そうですね。でしょ？だからこの雰囲気とオートロックってこの辺がね、なんかすごくいいかなと思って、うん、金額いっちゃいますよ、うん、私買った金額1億6000万。はぁ、なんだか分かんないでしょ。はい、はい、高いのか安いのかが分かんない。分かんないでしょ。ここの全部の家賃今ね、15部屋上にあるんだけど、空いてる部屋1個だけ。え、年間の家賃は満室で1800万。はぁ、ってことはだよ、利回りが11か12%、すげー、10倍以上で回ってます。ってことはここを売ろうと思ったらですね、まあ利回り30年近くこれ持ってたら、なんと4億円で売れるっていう。それでも不動産やらない人がいるから、なんで不思議だなと思うんだけど。そうですね、まあちょっと大きい、皆さんにとって大きい話かもしれませんのでね、うん、じゃあ1億6000で買えねえよなんて言うかもしれませんけど、じゃあ6000万ぐらいで買ったとしても2億円で売れたらどうです、うん、いいでしょう。やった人は1億6000ぐらいでもいいじゃないですか、売れるの。1億円儲けた。だから不動産ってこうやって値上がってくるんでね、うん、今最近この2、3年ガーッと東京値が上がってますんで、こんななっちゃいましたよ。で、ここ何がいいって、見てこのゴミのなさ、綺麗ですね。これ30年経った物件に見えます？この全然見えないです、ゴミのなさ、うん、ほら、俺ちょっと実言うとさ、ここに来たの10年ぶりぐらいなんだけど。え、そうなんですか。ここ入ったの
ちょっと久しぶりに見てびっくりしちゃった。綺麗すぎて。管理がいいんです。本当にもう名前ここから言いたいぐらい有名な会社なんだけどもうそんな会社ありますから注意してください、はい、ここは良かったんですね。いい会社です。だからあとてなあの入ってくる皆さんがいい方たちばっかりなんでちょっと自転車置き場なんか、はい、今ちょっと横を通ったら毎日別に見てるわけじゃないですよ。管理人が来てるわけじゃないんです。管理人いませんからね、はい、ほら見てこの綺麗な埋め方、はい、素晴らしい。ちゃんと止めてます。ちゃんと止めてるよ、うん、ね。あとね注意しなきゃいけないのがねこのゴミ捨て場、はい、このゴミ捨て場が荒れてるような物件がものすごくあの賃貸で借りようと思った人そこ見るじゃない、はい、汚いの嫌じゃない、はい、だけどここっていうのはもうしっかりこれちゃんと作ってゴミ専用の、ゴミ専用ボックスってこんな大きいのないよ、はいはい、ないと思わない。普通なんか普通こんなの開けてこう入れるぐらいです、ね、はい。あ、そうですね。だよね。ちゃんとこんなのまで作ってる。俺作ったんじゃないよ。これ中古で俺この物件買ってるから。10年築10年の前からもこれがあった。最高。ということで、私のですね本当にこれの物件親孝行でもうこの持ってる25年間どれだけ私にもうバックしてくれたかっていう有料物件でございました。はい、こんな紹介でいいのかな。こんな感じの方がリアルでしょ、皆さん。はい、なんかね机の上でこうだとかホワイトボードで言ってるより、うん、実際見せた方がリアルでいいかなと思って。はい。はい、ちょっといくつかねお見せしたいなと思いますんで。はい、ここ駒沢こんな物件でした。はい。60坪か違う何坪？坪数忘れちゃった。ごめん。はい、ということでした。